中野次郎を6月27日平成11年は日本の裁判官。元大阪高等裁判所長官。父は東京府会議長を務めた中野雄二郎。東京市本塾東両国出身。1933年11月高等試験司法科及び行政科合格。1934年3月東京帝国大学法学部卒業。 同年6月司法官司法東京地方裁判所詰め。1935年判事に任官。1957年から1964年司法研修所教官。1966年から1968年最高裁判所調査官。1968年前橋地方家庭裁判所所長。1970年東京高等裁判所判事。 1973年大阪高等裁判所長官1975年定年退官1976年から1981年早稲田大学客員教授1984年から1989年北海学園大学法学部教授1999年成居趣味は読書宗教は日蓮宗。住所は 東京都杉並区。野村次郎に、刑事裁判官の指導的役割を果たしたと、評されている。ABCDEFGHIJ 著者情報、中野次夫 ABCD、第日本司法大官、ハット ABCDEFGHIJ、第21班人事更新読したな59、野村次郎、最高裁判所講談社現代新書、1987年、 47ページ。ISBN40 億6148万8422。佐藤公平著、東京弁護士名火録。第1巻56ページ ABCDEF、人事更新録。第11版下の105。ありがとうございます。